北国街道田切宿を後にして白田切渓谷を渡ると、坂を登り切ったところに田切の一里塚がありました。史跡としての価値はそれほどないと、有害無益だという、そういう判定を下しまして、で地元に払い下げをしました。そのために、あの大部分の一里塚は消滅したんですが、なおそれを丁寧に保存しているところもあります。でこれなんかはまあよく残ったなという感じであります。鈴木夏というのはとうとう、道中文献絵図にはこの白田切とそれから気合坂の間に一里塚があったとはっきり記しております。その名残がこれだろうと、そういうように思っております。一里塚を後にして散策会の復興は気合坂に入りました。坂を登ると神明神社に到着しました。気合というのは随分面白い名前ですけれども、化粧と書いて、女の方が化粧する化粧と書いて気合というんですよね。今でも使っている方があります。関所の手前ではだいたいどこにでもこういうような地名がありまして、鎌倉へ入る途中にもその直前にやはり気合坂というものも残っております。だから関所の前にこういうような地名があるということは、関所を衣装を正して通過するためにあった、そのための地名だというように覚えておいていただければいいと思います。でここ気合坂には関ヶ原の合戦で西軍の大将を務めた石田三成の伝承が残っています。関ヶ原で敗れた石田三成の関係者の子孫がここに移り住んだという言い伝えがあります。何か刀もあるというようなお話です。これは何人かの方が言っておられました。竹内幸丸さんという方がかなり詳しいという、そういうお話です。神社の境内を訪れました。ここにはお百度参りの歴史を物語る石碑が今も残ります。そしてめったに今見られませんけども、お百度を踏んだ、そしてお百度参りをしたその跡が残っております。この一回お参りすると、あの銭をこう寄せて繰り返す、その施設がここに残っておりますし、それから大願成就、望みが叶ったのでお礼に来たという石碑もここにある、そういうちょっと珍しいものが残っております。大願成就を祝い寄進された石碑も見られます。神明神社を後にして日本一宮スキー神社と星野公園に到着しました。星野公園は東京出身で三代湖温泉の開発で大きな功績を残した星野錫氏が寄付した土地を公園にしたものです。東京在住のですね、星野王がですね、明治の終わり頃の時代にですね、この妙高温泉に住まわれて、妙高温泉の開拓をなさった方で、後にこの方は衆議院議員もやられてる方です。その方が妙高を去る時にですね、約1万坪の土地を村に寄付しましてですね、それを記念して星野公園という公園を作りました。日本一宮スキー神社はスキーヤーの安全と地域社会の発展を祈願するとともに、我が国最
最初のスキー犠牲者の霊を弔うために建立されました。毎年スキーシーズンを前に安全祈願祭が行われています。星野公園地内の薬師堂には徳川家光の姉高田姫の菩提寺として知られる高田寺町の天宗寺にゆかりのある薬師如来座像が安置されています。古いお寺で極楽寺にあったものが高田の天宗寺に移されました。天宗寺というのは高田姫のお墓のあるお寺で有名であります。そこからこっちへ、移されてきたと、そういうことです。市の文化財ということになっております。次回は関川の下町天神社を巡ります。